こんにちは。今回は JFL 第8節レイラック滋賀 FC 対ミネベア三見 FC の試合ご紹介をいたします。ホームの平和堂ハトスタジアムで戦うレイラック滋賀 FC、 ここまで3勝1分け3敗 J 昇格を目指す立場としてはちょっと苦しいスタートになってます。平均観客動員数2000人を超えている状況なので、ますますピッチ上での活躍がね求められます。前節ティアモ枚方に非常に苦しい試合をしまして、このホームゲームで悪い流れを断ち切りたい、変えたいところです。フォーメーションは 3-4-3 で変更なしでしたが、前節からメンバーは入れ替え、左のウィングバックに白石智之選手が初先発、ボランチが山下雄大プラス小松隼太の初コンビ、前線には菊島拓選手が第2節以来の先発です。で、一方のミネベア三見 FC も2連敗中で、しかも連続で3失点、天皇杯予選でも地域リーグのベロスクロノス角相手に4失点と、まあ、守備の崩壊が続いている状況です。フォーメーション 3-4-3 で継続も、中盤最終ラインのメンバー頻繁に変えながら最適解を探っているような状況でした。試合は13時にキックオフされました。そこからしばらくはミネベア三見 FC もチャンス迎える展開あったんですよ。で、裏への飛び出しというか個人の突進というか、狙いとしてはいい形で2回の決定機あったんですけれども、これをレイラック滋賀 FC の守護神伊藤浩樹選手が見事に防ぎました。これはレイラック滋賀にとって大きかったですね。そして22分、レイラック滋賀 FC 先制します。榎本大輝選手の高い位置でのボールダッシュから、ショートカウンター左からの折り返しを菊島拓選手が押し込んでゴールイン。これはレイラック滋賀 FC にとって本当に大きな先制点でした。そこからはなかなかスコア動かない時間続いたんですけれども、終盤になってレイラック滋賀72分、ミネベア三見 FC のゴールキーパーがボールを処理をミスったところを榎本大輝選手が奪って無人のゴールに流し込んで追加点。これでレイラック滋賀 FC は楽になりました。ちなみにこの試合、平和堂ハトスタジアム風が強くて、それももしかしたら影響したのかもしれませんよね。そして74分にはバイタルエリアでルーズボールを拾った大垣勇気選手が素晴らしいシュート、ゴール右隅に素晴らしいところに決まって追加点。レイラック滋賀 FC さらにリードを広げました。続いて87分でした。大垣選手のパスから裏に抜けた五十嵐正人選手がゴールキーパーと接触して倒されてペナルティーキック。これを途中出場の北条慎太選手がキッカーを務めてシュートを決めて今シーズン初ゴール決めました。レイラック滋賀 FC に4点目が入りました。そしてさらに試合終了間際のアディショナルタイム、南拓人選手がゴールキックからの流れで中央を突破して4人くらい抜いたんじゃないですか。シュートを流し込んでレイラック滋賀 FC に5点目をもたらしました。試合は5対0、レイラック滋賀 FC が悪い流れをぶった切る、断ち切る大きな勝利をホームで挙げました。結果待ちに待ったといいますか、勝利ということで、今日たくさんの本当に方にご来場いただいて、見せたかったゲームといいますか、見せられてよかったかなというふうに思います。本当に選手たちもこの大観衆の中でプレーできることの喜びっていうものを感謝しながらっていうところは試合前のミーティングで、だからこそ最後まで諦めないでしっかりと自分たちの持っているものを前半 100% 出し切る、後半 100% 出し切るっていうところで約束したゲームの入りでしたけども、本当に良かったと思います。本当に選手たち本当に頑張ってくれたかなと思います。選手全員とはですね、前回0-1というところで、流れ、ゲームの流れといいますか、悪くはないけど良くはないよねっていうところで、で今リーグ戦の中でも
結果含めて連勝できてない、勝ったり負けたり勝ったり負けたりっていう繰り返しの中で、本当にこう何かうまくいってない要因じゃないですけども、そういったところなんだろうかなというところをこう全員で共有しながら、でも簡単なことを簡単に失ってるせいっていうところもありますし、そういったところは全員で共有しながら挑んだ週でした。今回、久しぶりの先発の選手だったり、久しぶりにこうメンバーに入った選手だったりっていうところで、いろんな想定をしながらゲーム流れていくと思うので、入った時には 100% でゲームにマッチできるようにしっかり準備しようねっていうところが、うまく本当選手がやってくれたかなというふうに思います。それに尽きます。はい、なかなかこの勝利した後のゲームっていうところがすごくこう今までの7節ではやっぱりその勝った次の試合っていうところが一番のこのポイントとして挙げられるところではあるので、そういったところはもう一回、今日の結果は良かったですけど、でもまだまだ頭を抱えるようなプレーが多々ありましたし、勝てたからこそ修正できることでもありますし、そういったところをもっともっと詰めて、この勝利っていうものを本当にこうきっかけじゃないですけど、そういったところで次のゲーム、リーグ戦にしっかりつなげていきたいなというふうには思ってます。何か変わるっていう戦い方変わるっていうことはなかったと思いますし、選手の特徴を踏まえて相手あってのゲームですので、例えば今回のメンバーでじゃあ前回の試合挑んでたらまた分からない結果だったと思いますし、今日本当にこう試合に出たスタートから出たメンバー、途中から出たメンバーっていうところは本当に最大限自分の持ち味を出してくれたかなというふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ほっとしました。そうですね、エノとうまく、守備からはめれて、最後いいパス来たんで、もう本当流し込むだけだったんで、エノのおかげっちゃエノのおかげ。いや、もうやっと来たかって感じでしたね。もうずっと自分はスタメンでもやる、試合出て結果残すっていう、準備してきてたんで、なかなかチャンス回ってこなくて、悔しい思いしてたんですけど、やっとっていう、もうここで決めないと、もうまたチャンスないなと思ってたんで、はい。よかったです。もう狙い通りって。そう、狙い通りですね。もうエノとはずっとそういう風に話してきてたんで、2人でやったらはめれるっていう話をしてたんで、もう自分がスイッチ入れたらエノがついてくるっていう形で、もう完璧な形でゴール取れたんじゃないですか。いや、もう最高だったですか。やっぱ若手も決めて、みんなやっぱね、なかなかゴールできない選手もうゴールできたんで、多分ほっとしてると思います。みんなも多分そこは喜んでると思います。本人だけになって。そうですね。本当に、変わらずチーム全員で勝つとかは変えずに、この波に乗って2勝しっかりできるように、やっていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。選手でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あれはもう、ラッキーゴールですね。相手のキーパーがアシストしてくれた感じで、でも雄大が前向いた時にあのスペースに蹴ってくれたらいいなと思って走ってたので、その結果つながってよかったです。そうですね、もう入り本当にすごいみんな良くて、僕らのやっぱり良さは前からそのボール取りに行って、あそこで引っ掛けてすぐ得点につなげるっていうのが、今日本当存分に出た試合かなって思います。本当大きく変わることはないと思うので、練習からみんなで本当に何ていうか高め合って、本当にいい選手がいっぱいいて、やっぱそれをやっぱ公式戦で出すことが選手の役割だと思うし、それが出せることによってチームのためになるので、やっぱそういうのはみんなで選手は競争をして頑張りたいと思うし、やっぱりスタジアムに足を運んでくれる人たちのためにもやっぱ勝つって大事なので、それ目指して優勝まで上り詰めたいなって思います。特に何も考えてはなかったんですけど、絶対振り抜くっていうのは
試合前から意識してましたし、まあ、もう点も決めてなかったんで、もうとりあえずゴールしか考えてなかったです。素直にめちゃくちゃ嬉しかったっていうのと、まあ、勝ってる試合ですけど、まあ、チームに貢献できた、自分のゴールもプラスされたっていうのがやっぱ嬉しいなと思います。いやー、まあ、やっぱ選手、まあ、もちろん大阪でっていうのと、まあ、たくさんの、まあ、知り合いの人もそうなんですけど、まあ、見に来てくれてたっていうのと、まあ、フルスやったんで、まあ、絶対に勝ちたいなっていう試合ではあったんですけど、アンラッキーな形でやられちゃってっていうので、で、まあ、自分自身も別に何もできなかったんで悔しいし、自分に対して何もできひん自分に対してめちゃくちゃめちゃくちゃイライラしてっていうのがあって、まあ、今週は、まあ、連敗しないためにも絶対に勝ちたいなっていうのがあったんで、前半にいい形で、まあ、前からプレスがはまってそこから1点が入ったので、まあ、そこから追加点っていうのを、まあ、意識しながら出てて、まあ、追加点で僕が決めれてよかったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。喉から手が出るほどゴールという目に見える結果が欲しい中で、ここはチャンスかなと思って、まあ、最初伊賀くんに声かけて、まあ、ガッキーくんが蹴るみたいな感じだったんで、ガッキーくんに蹴らせてもらっていいですかって言ったら、心よくいいよって言ってくれたんで、まあ、あとはもう決めるだけだったんで、伊賀くんとガキくんに感謝してます。やっぱりそうですね、キャプテンだったり監督コーチ中心にいつも練習の強度だったりっていうのはすごく仲間みんなで求め合ってやってるんですけど、まあ、今週に関しては、先週うまくいかなかったっていうのもあって、いつも以上に気持ちだったり声っていうのはありましたし、今日もこれだけたくさんのお客さんが来てくれてたので、その前でしっかりと結果出して、絶対に勝利つかもうっていうのは全員で言ってたので、その気持ちがしっかりとピッチで体現することができて本当に良かったかなと思います。この中でプレーできるのは幸せですね。そうですね、素晴らしいスタジアムと素晴らしいファンサポーターが味方についているので、僕らは本当にピッチでその思いだったり、っていうのを体現しないといけないので、そういったことをこれからも、ホームアウェー関係なく、やっぱ結果という形で、皆さんに届けれたらと思うので、これからも継続してやっていきたいと思います。天皇杯はやっぱり、まあ、J リーグのチームと対戦できるっていう意味で、まあ、J1 のチームだったり格上と称されるチームに対して、まあ、どれだけできるのかっていうのがすごくチャンスがある大会だと思うので、自分たちもやっぱそこまでのチャンスをつかむためにも、やっぱ滋賀県予選をまずは突破して全国の舞台っていうのをつかまないといけないと思いますし、また全国っていう舞台では本当にいいチームとたくさんできる機会があると思うので、そこに向けて本当一つ一つですけどやっていきたいと思っています。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、よかった。ということでお送りしましたレイラック滋賀 FC 対ミネベア三つ見 FC です。試合は結果は5-0大勝でした。まあ、素晴らしい盛り上がりでしたね、この試合。今週末はレイラック滋賀 FC は滋賀 FA カップ天皇杯の予選で琵琶湖成蹊スポーツ大学と対戦です。では次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。